皆さんこんにちは、今日は小室圭氏 JFK プロファイル in college award 表記が犯罪にならないか調査中ということでお話ししようと思います。小室圭氏ですよね、アメリカでローウェンシュタインサンドラー LLP という、まあ、法律事務所で、まあ、勤務されているんですよね。で、そのホームページに、小室圭氏を紹介するページがあったんですよね。で、まあ、今はひょっとしたらないかもしれないんですよね。さっき検索してみたら、なんかよくわからない PDF のダウンロードができたのみだったんですよね。まあ、その公開ページはなくなってるかもしれません。で、まあ、そのね、まあ、その公開されていた最初のページでは、フォーダムユニバーシティスクールオブロー、括弧 JD、ジュリスドクター、2021って書いて、で、続いて JFK プロファイルインカレッジアワード、スウェットエクイティアワードというふうにね、まあ、列記されていたんですよね。で、今はフォーダムズ JFK プロファイルインカレッジアンドスウェットエクイティアワード、まあ、フォーダムが出してるっていう、フォーダムズっていうのが最初について、しかも2つがなんかね合体しているというねなんでっていう感じで、まあ表記にが変えられているっていうことになります。で、まあ今日検討するのはもちろんこの最初の表記ですよね。で、まあこれを読むと、フォーダム大学法科大学院に在学中に、JFK 財団、から正規の JFK プロファイルインカレッジアワードを受賞したという意味だと受け取るのが普通だと思うんですよね。まあ、しかし例のね、上柴弁護士によると、それは間違った理解だそうなんですよね。今日の女性自身の記事、タイトルは小室圭さんオバマと同じ賞を受賞、新たな経歴詐称疑惑に代理人が弁明っていうね、まあこういうタイトルで、上柴弁護士の説明が載っているっていう、なんて書いてあるか、プロフィールについてはアメリカ国内で通常取られる方法と同じようにフォーダム大学の名称を挙げた上で賞を列挙しており、同大学内部の賞であることは容易に伝わるだろうという発想で表記されたものです。アメリカではごく一般的な表記の仕方だったようですが、日本のマスメディアから多くの問い合わせがあったようで、誤解するマスメディアの方がいるのならと、説明を加えて分かるように修正したというのが経緯です。特に問い合わせがなければそのままになっていたでしょう。注略。ではこの賞は何を表彰するものなのか。上柴氏によると、この JFK Profile in College and Sweat Equity Award は、フォーダム大学のリーガルクリニックが独自に出している賞です。ロースクールでは、放送養成を目的とした教育プログラムが多数用意されているわけですが、リーガルクリニックとは、このうち指導教官の下で実務体験をし、これを通じて実用的な力を養成するプログラムです。そのプログラム受講者のうち一番目立っていた方に与えられるものだそうです。っていうね、まあそういうふうな、続いて、つまり小室さんはフォーダム大学のロースクールのさらにその中の教育プログラム受講者に与えられる賞を受賞したに過ぎないというのだ。というふうにね、まあ記事はなってるんですよね。まあ、そのこの通りの説明を上柴弁護士がしたということが真実で、まあ、その内容も真実であるという、ね、まあ、前提で話を進めたいと思います。で、まあ、この当初のホームページの表記ですよね、 JFK Profile in College Award と続いて Sweat Equity Award という2つの賞として書かれていたんですよね。で、その後 JFK Profile in College and Sweat Equity Award と、まあ、表記が変更されていて、まあ、上柴弁護士もこのね後の方の表記で、まあ、説明をしたということなんですよね。ただ、まあ、法科大学院の学生が自分が受けた賞の名前と数を知らないはずはないと思うんですよね、まあ、常識的に考えると。ということは、小室圭氏は、ローウェンシュタインサンドラー LLP に、自分は、
まあ、どっからかはちょっとさておき、 JFK プロファイルインカレッジアワードとスウェットエクイティアワード、この2つを受けたと、まあ、伝えて、それが、ホームページに表記されたと、まあ、考えるのが自然だと思うんですよね。ということはフォーダム大学のリーガルクリニックは、JFK プロファイルインカレッジアワードと、スウェットエクイティアワード、まあ、他にもあるかもしれないけど、2つの賞を小室圭氏に与えたと見るのが自然だと思うんですよね。で、まあ、このうち問題はもちろんね、この JFK プロファイルインカレッジアワードの方なんですよね。でもこのね、まあ、正規のね、JFK 財団のホームページをまあ確認しようということでね、まあ、行くと、書かれてるんですね。 The John F. Kennedy Profile in College AwardR 丸っていうね、最後にね R って書いて丸っていう印があるんですね。まあ日本でも使われてますよね、この R 丸っていうね。これは、レジスタードトレードマークっていうね、まあ日本語では登録商標とまあ訳すと思うんですよね。で、この登録商標の侵害はアメリカの刑法で犯罪とされているようなんですよね。まあ、このようだっていうのはですね、まあそのまあちょっとね、まあ以下のようにね、まあソースがウィキペディアだったりね、あと私のね英語力がまあ英検3級なんでね、まあちょっと断言はね難しい、まだ調査中なので、まあようだっていうことで、まあそのね、じゃあウィキペディアどう書いてあるのっていうことなんですよね。で、まあ英語のウィキペディアのトレードマークカントフェイティングアクトオブ2084のページ、をまあ全てね Google 翻訳にかけてみました、このねタイトルはね、1984年の商標偽造法っていうまあね、法律だそうなんですね。で、まあ、Google 翻訳をつらつら読んでいくと、まあ一番最初のね、まあ、大まかな説明では、1984年の商標偽造法は米国連邦法であり、連邦刑法を改正して偽造商標の意図的な使用または偽造商標の不正使用によりランハム法に違反することを連邦犯罪としました。だからまあ連邦刑法の改正法をまあね、こういう、まあ1984年の商標偽造法っていうふうにね、まあ名前で呼んでいるっていうことになると思います。で、まあ、この、続き読むと、この法律は偽造品またはサービスの販売または販売の試みに対して最高5年の懲役およびまたは25万ドルの罰金、企業またはその他の法人の場合は100万ドルの罰金を定めました。それは法の下での2回目以降の有罪判決に対するそのような罰則を増加させた。まあ、この最後の一文はね、まあ、直訳で、まあ、そのね、2回目以降ね有罪判決を受けると、まあね、その罰則がまあ重くなるっていうね、そういう規定もありますよっていう意味だと思うんですよね。で、続いて商標権侵害のタイトルのところに、まあ商標権侵害はまあこういうものですよっていう、まあ救済はまあこんなものですよっていうね、まあ説明があります。で、その次に、歴史というタイトルのもとに、1870年の商標法っていうね、まあ、込み出しがついて、まあね、いろいろね、説明があるんですよね。まあ、ちょっとね、歴史まではね、関係ないかなということで飛ばしたいと思います。で、次の、タイトルが、法の下での罰則っていう、このまあ、もう直訳で、まあ、この法律の中で、まあ、どんなふうな罰則が設けられているかっていう、まあ、規定だと、まあ、ところだと思うんですね。で、この罰則っていうのも、まあ、その制裁っていうかね、まあ、民事の不利益も、まあ、含んでいるんじゃないかなと思います。では、この法の下での罰則のところなんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、第1段落は飛ばして、第2段落も飛ばして、まあ、ちょっと、いろいろ、ちょっと、読み進めていくと、こういうね一文があるんですね。一番大事なところ、もともとこの法律の下では商標の偽造で有罪判決を受けた場合の罰則は最高10万ドルの罰金、最高5年の懲役および商標所有者への弁護士費用の支払いでした。これらの罰則は後に修正され、最高200万ドルの罰金およびまたは
最高10年間の懲役が要求され、大企業には最高500万ドルの罰金が課せられました。商標権侵害で複数回請求された場合、個人は最高500万ドルの罰金及びまたは最高20年間の懲役、企業は最高1500万ドルの罰金を課せられる可能性があります、なんていうふうにね、まあ、書いてあるんですよね。で、まあ、こういう、まあね、連邦刑法で、罰則が定められているということは、まあね、アメリカでは犯罪なんだなっていうことがわかるんですよね。で、まあ、その続いてなんか規定位置査定刑発作っていうのは、まあ、このね、仮差し押さえとか、まあ、発作ってなんだっていうまあこれはね、あの差し押さえっていう意味だと思うんですよね。まあ、これは民事なのでね、まあ、ほっときます。で、規定2についてもね、まあ、これ民事の損害賠償なんで民事のことかなと思う。で、今日の偽造っていうところも、まあね、最近どうなってるかっていう、内容だそうです。まあ、さっき読んだ、ね、ところが、まあね、罰則が、ね、定められていて、まあ、犯罪だっていう、まあ、一番肝になります。で、まあ、以上がね、ウィキペディアの内容なんですよね。で、最後の、まあ、ウィキペディアの一番下にソースシーズ、ソースっていうね、まあ、リンクのところにね、ライブラリーオブコングレス、議会の、まあね、記録のところに、まあ、リンクが貼ってあるんですけど、パーマネントデッドリンク、なリンク切れになってるんですよね。ただ、このリンク切れは、まあ、改正の法律だから、そう、連邦刑法の中になんていうかね、溶け込むっていうかね、織り込まれてしまってね、まあ、その中に、織り込まれて生きていくんだから、まあね、リンクはまあ、切れてしまってるっていう意味だと思うんですよね。だから、おそらくこの法律は無効になったとか、廃止されたとかいう、まあ、解説はね、の中にはないので、今も連邦刑法の一部として、まあね、有効だろうと、まあ、私の見解になりますが、まあ、今のところ、私の見解ではそのように考えております。で、最初の方にランハム法って出てきて、あ、それ何っていう話なんですけど、まあ、それもね、ちょっとネットに出ておりました。まあ、全て英語ですけどね。で、その中で商標侵害について定めている様子なのが、まあ、条文もあったので、まあ、一応リンクを貼っておきます。すっごい長い条文なんですよね。で、まあ、それがね、本当に商標侵害を定めているのかどうか、まあ、内容がどうなのかね、まあ、またね、全部 Google 翻訳にかければ、まあ、ぼやりとでもわかるかもしれませんが、まあ、今日はね、まあ、ここら辺で、まあ、私が力尽きたということになります。で、まあ、この、まあ、疑わしい、だから以上をね、ちょっとね、まあ、読んでみて、まあ、今の時点で、まあ、私が疑いを持っているのはフォーダム大学リーガルクリニックの指導教官ですよね。JFK プロファイルインカレッジアワードを授与したんじゃないかなと思うんですよね。で、この行為が、これがまあ犯罪に当たるのではないかっていうことですよね。まあ、もしこのランハム法に、反しているならば、そのね、その今の1984年の商標偽造法に、当てはまって、まあ、犯罪になるのではないかっていう、まあ、可能性があると思うんですよね。まあ、もちろんその内容をね、そのランハム法の内容をね、司祭に検討したわけじゃないんで、ので、まあ、今のところは私の頭に浮かんだ疑いにとどまります。で、まあ、なんせね、その、もしね、この JFK プロファイルインカレッジアワードを、まあ、授与したとしたら、そのね、さっき、R マークがあったザ・ジョン・ F ・ケネディ・プロファイル・イン・カレッジ・アワードを小室圭氏が受けたっていうふうにね、まあ誰だって思いますよね。ということで、まあ近藤誤認を招くような行為であって、まあ商標権の侵害じゃないかっていうふうにね、まあ、その可能性があると思うんですよね。では、まあ今度はね、小室圭氏とローエンシュタイン・サンドラ・ LLP の、まあホームページにこの最初の表示をしたっていう行為ですよね。で、まあその小室圭氏の、まあ、ロークラークとして、まあ、提供するサービスがそのね、なんせその学生時代にね JFK プロファイリング、カレッジアワードを受けたようなそんな素晴らしい人の提供する品質のいいサービスは有料なもので、有料というのはお金がかかるんじゃなくて、ね、その優れたっていう有料の有料であるというね、そういうふうにね、まあ受け取らせると思うんですよね。で、もちろんその小室圭氏が働いてるということは、その小室圭氏のサービスを含んだローエンシュタイン・サンドラ LLP の、ね、サービスがその有料を優れているという、まあね、そういうふうな受け取り方をする、させるものだと思うんですよね。だから、まあそのね、小室圭氏とこの、
ローエンシュタイン・サンドラー LLP の行為表記のね、表記したという行為に犯罪が成立するのではないかというね、まあ、疑いが、まあ、出てくるんですよね。ただまあそのさっき読んだところにそのまあ、ウィキペディアにですね、なんか意図的な使用ってね書いてあったと思うんですよね。だからまあうっかり気づかなかったとかね、まあ、フォーダム大学だっていうのはもうみんな分かってる、分かるとし、そのまあ日本人が誤解してるだけは悪いのは日本人や日本のメディアやという意味で、そのね、まあそのね、まあフォーダム大学から受けたからそのね JFK 財団とは関係ないから、単にね日本のメディアが誤解しただけ、誤解を受けただけだから修正したら OK っていうね、まあそういう理屈もあると思うんですよね。まあその上柴弁護士のおっしゃるアメリカ人が読めばフォーダム大学が出した JFK プロファイルインカレッジアワードだと分かるっていうのが本当だとした場合も、それはね、あ、じゃあそのねフォーダム大学が JFK 財団からね正式にまあね提携っていうかね許諾を受けて創設した賞で、名前が一緒ならね、その、JFK プロファイル、だから本物のザ・ジョン・ F ・ケネディ・プロファイル・イン・カレッジ・アワードに、まあ、関係のある賞をもらったっていう意味に、まあ、アメリカ人も受け取ると思うんですよね。なんせね、登録商標ですからね。ああ、これ許諾を受けてね、フォーダム大学が出したっていうことは、コミュニケーションはね、この、正規のザ・ジョン・ F ・ケネディ・プロファイル・イン・カレッジ・アワード、みたいなもんを受けたっていうね、まあそういうね、まあ印象を受けると思うんですよね。まあそれも誤解だと思うんですよね。その、今日の女性自身の記事によると、本誌は本家の JFK プロファイル・イン・カレッジ・アワードを主催する JFK ライブラリー財団に問い合わせをすることに。すると広報部門の部長から次のような回答があった。JFK ライブラリー財団は JFK プロファイル・イン・カレッジ・アワードの管理運営者であり、この名称の唯一の著作権保持者です。フォーダム大学とは関係やパートナーシップを取っておりませんし、彼らの賞の運営も行っていませんっていうね。で、さらに同財団のプレス担当からも、我々の財団ではそのような賞は出しておりませんとの回答があったので、もう大迷惑をかけてますよね。でもこのなんせね、小室圭氏はフォーダム大学法科大学院の卒業生JD を取得しているんですよ。まあ、なんか最近怪しいっていう話もあるけど、まあね、その、まあ、卒業して取得したっていうことになってるんですよ。で、そのローエンシュタイン・サンドラー LLP は法律事務所なんですよね。ってことは、こういう勝手に出してる賞とかいうのを知らずに表記したとはまあ考えにくいんですよね。でまあそのね、意図的に使用したのではないかという、まあ、疑いが出てくると思うんですよね。ということは、まあ、意図的になんか使用してるんじゃないかなとかいうね、まあ、そういう疑いがね、まあ、出てきて、まあ、商標権の侵害にならないかなという、まあ、心配がね出てくるんですよね。でまあこの、まあ、そもそもですね、そのまあ上柴弁護士のね、まあ、説明が真実、内容がね真実であるっていう、まあ前提で話をしてきましたけど、フォーダム大学というね名門大学の指導教官が本当にこんな怪しい名称の賞を出すのだろうかというね、まあ、疑問がねそもそも浮かんできているんですよね。まあこれまで、まあ、出してるならね、これ小室圭氏だけに出したとか言うのはおかしいので、これまでもね出してたと思うんですよね。それならまあこれまでもね他のところでもねなんか怪しいよとか問題になったと思うんですよね。まあ、そのそもそもの時点で、まあ、本当に小室圭氏がその、リーガルクリニック、だからこのリーガルクリニックっていうのは多分まあ指導教官を受けながら指導を受けながら、まあ、無料相談みたいなことをやるっていう意味なんじゃないかなと思うんですけど、まあね、その、指導教官から本当にこんな賞、を受けたのかどうかっていう、まあ、そもそもの疑問もあります。というわけで、まあ、あのタイトルにもあります通り、まあ、調査中なんですよね。まだ結論は出ておりません。まあ、いろいろな疑問がこのちっぽけな私の頭に浮かんだということだけなんですよね。で、まあ、よりよく調べるには、まあね、そのアメリカ、弁護士、だからね、まあ、その八代弁護士とかね、山口真也さんとかね、あのちょっと考えてくれないかなと思うんですけど、まあ、それは難しいと思うので、まあね、ランハム法を、まあ、Google 翻訳でも書けるかなとかいう、あたりなんですけど、まあね、英検3級の私にはね、ちょっと、荷が重いので、まあね、どなたか英語が得意な方とかね、まあ、調べて、まあね、アメリカ法に詳しい方とかね、調べてくださったらね、ありがたいかなと思います。
というわけで、小室圭氏の、まあね、例の表記について、まあ、ちょっと私なりに、ググってみました。ということでご視聴ありがとうございました。